15歳なのに、おい、そんでいるぞ、お前の好みは何だ、はい、年下がいいです、はい、バカ野郎、お前15歳の年下で、お前でもお前いつも真っ黒だな。あの旅館の時に前田さんのことボコボコにしたの覚えてますか。したっけ。はい。で前田さん止まらないんで、うん、最初星野さんに、うん、星野さんって言ったんですけど、星野さんがこうやっていなくなっちゃったんですよ、うん、もう誰か止める人いないかなと思って、もう藤原さんしかいないと思ったんで、うん、藤原さんって言うんだから藤原さんが来て、しょうがねえなーってバカ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 って言ってました。前田さん藤原さんの前だとおとなしくなってました。やられっぱなしでした。それ覚えてないですか。覚えてない。覚えてないですよ。ああ、その時は、まあ、あのサンドバッグみたいに殴ってました。あ、本当。はい。もう連発ですね。俺これボクシングの、ああボクシングの才能があったの、殴り方でやってました。この野郎っていう感じじゃなくて、うん、もうシュッシュッシュッって前田さんのこと殴ってたんで、あれって思いましたね。その時は普通はこれやめろとかじゃないですか、うん、じゃなくてもうシュッ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 ってやってサウンドバッグを叩くみたいに殴ってたんで、練習やってたんじゃない。いやでもそれで前田さんも普通にこうやられてたんで、すごい不思議に思いましたね。でもそこで一応あの一件落着したんですよ、うん、そこまではちょっと大変だったんですね。まあ収めるためにやっただけだよ、坂口さんも坂口さんでなんか前田来いとかって言って、うん、こう寝転がるんですね、うん、多分寝技をやろう。それに対して前田さんストンピングで、それは誰だってそれやれるよな。それは正しいよ。よく覚えてんな。いや自分まだ17ぐらいで。ああそっかそっか、そこまで多分酔ってなかったと思う。15で酒飲んだらダメだろバカ野郎。飲まされてました。誰に。荒川さんです。それ犯罪だよ。荒川さん死んじゃったから一回。荒川さんが全部あの進めました。15歳なの、はい、なのに、おい、そんでいるぞ、お前の好みは何だ、はい、年下がいいです、はい、バカ野郎、お前15歳の年下で犯罪だ、そんなの。せめて同い年ぐらいがいいかなと思ったんですけど、もうなかなかいないです。15歳のそっんの人いるわけね。最初はいるのかなと思ったんですよ、いろんな種類がこう一番近くて二十歳でした。うん、はい、うん、それ二十歳以上でなきゃ働けないんだろ。だからそれ以下はないですね、うん、なかなか。だから当たり前だよ、それ犯罪だ。犯罪ですね。まあ、だけどあの新日本プロレスは当時の新日本は異常な場所だなと思います。なんで今思うと。青森から一人、うん、あの15歳で出てきてお前異常も下手くらいもあるかよお前え、何を基準にして言ってるんだよ。いや最初は青森県を基準にして言ってるの。俺らだってお前偉い違いだよなあ、社会人なんつってあのそうですね、社会はそうですね。岩手県なんてお前なあもそうだったけど、あの人口よりも牛や豚鶏だとか羊だとかの方が多いわけだから、ね、はい、俺はもう人見知りでな、もう人と向かって喋るのは苦手だしよ、人嫌いだし、何恥ずかしがりや、えらい苦労したけどな。15歳の時の船木少年というのは最初どういう印象だったんですか。15歳は15歳のただのガキだよ、ね、そんだけだよ。あ、なんかちょっと動きを見て見るものがあったのか、何か。いやいやいや、怪我させちゃまずいなと思って、もうできるだけ喋らない。そうですね、できるだけ近寄らない、うん、まあ、大事にしたっていう、まあ大事にしたといえば大事にしたんだろうけど、まあ相手にしてなかったというか、まだ子供みたいなもんだもん。そうですね、でも相手にしてもらいたくて入るんですけども。あ、そうなの。最初はだけど、はい、15歳でそういう判断なんかできっこねえんだよ。最初は邪魔だっつって外出されましたね、うん、怪我させてもしょうがないっすよ。じゃあなかなか直接習うっていうのは叶わなかったんですか。いやいや、それであの次の日にだんだんだんじわじわ、次の日にただあのがむしゃらにこう足にひっついたら離れないっていう方法を取って、とにかくもう足についたら離れない、でそればっかりやってたら、おいいぞそれでいいんだ、そこからはあのちゃんと入れてもらいました。でやっと入れてもらえて、あ、やっとこれからあの教えてもらえるなと思ったら、ちょうどあれですね、 UWF にいなくなって、でそこから1年半2年ぐらいですかね、2年ぐらいの後に帰ってきて、ちょうど自分が17の頃に帰ってきて、でライガーさんが海外に行ってから自分が一緒にやってもらって、その頃からは結構あのなぜか藤原さん自分のことチャンピオンって言うんですよ。ああそう、チャンピオン、うん、来いチャンピオンって言うんで、お、
俺もしかしてチャンピオンになれんのかなって思っちゃう。あのね、コーチは大変でしょとか、なんとかって言うだろ、コーチなんて簡単なんだよ。褒めてりゃいいんだよ。褒めてですね。もう褒めて褒めて褒めまくると、その気になってきます。そう、あ、嬉しいだろ、はい、嬉しいから一生懸命練習する。はい、一生懸命練習するから、本当に、まあ、強くなる、はい。たった一つの欠点は、すぐみんなその気になっちまう、はい、そうです。それだけだな。そうですね、うん。本当に。まあ、褒めてりゃ、簡単なんだよ。あの、嬉しいから一生懸命やる。一生懸命やると本当に上達する。はい、本当に上達するから、また、うん、新しいことをこう、ね。自分が、自分だけで強くなったと思っちゃうんですね。うん。やっぱりそうだった。はい、なんか、あ、俺は強くなる運命だったんだよ。バカ野郎。そう。そう、人間ってそういうもんなんだよ、はい。やっぱりね、あいつ、こいつもやっぱり、で年を取って、それに気づいたからいいんで、気づかないバカもいるからね。あ、そうですね。だから、あれ、な、あの、前田なんかもそうだけど、うん、あの、いつもピリピリしてるらしいんだけど、俺が行くと、急に、はぁ、行こうっつってさ、気に良くなるらしいんだよ。スタッフが言ったんだけどさ、いやー、藤原さん来てくれてよかったです。今日、前田さんもう上機嫌ですとかな。やっぱりそういう、あれ、長い、やっぱりな、なんつうの、まあ、教えたとは言わないけど、お互いに切磋琢磨したな。やっぱりそういう何かが、うん、残ってんだな、多分な。最初は全然良かったっていうのを忘れるんですね。やっと気づいたか、はい、お前。何にもできなかったですから。うん、それはみんなそうだよ。で、やられて、こう泣きそうになってましたよね、うん。40年前です。そうか。はい。40年前です。ああ、俺が35か。はい。ちょうど40年前、はい。ちょうど40年前です。時間経つの早いな。あっという間ですね。大宮スケートセンターです。それの自分が出されたのが。うん、そのシーンも、いまだに覚えてますね。ああ、俺もあの時は覚えてんな。え？泣きそうに なりながら下でスクワットやってました。大宮スケートセンターな。中学校では経験できないような、この悔しさを感じましたね。その、入っていけないっていう。で、邪魔だから出ろって言われたんで、どうしようってなんか、でも、すいません、先輩、俺、藤原さんにこんなこと言われたんですけど、言う先輩もいないじゃないですか。みんなやってるんで、めちゃくちゃ孤独になりましたね。泣きそうになりながら、スクワット言って、どうしよう。で、もう一晩考えて、明日はとにかく足にくっついたら離れないようにしよう。そればっかり考えて、で、やりました。そしたら成功しました。坊主って最初言ってました。前のこと？坊主。坊主が。名前知らねえんだもん、しょうがねえじゃん。2年後は今度チャンピオンになりました。あ、そう。それだけ上達したんじゃない、はい、上達したと思いますね。藤原さんがいない間は、ライガーさんと、うん、佐野さんとかと一緒にやってました。ライガーもしつこかったな、まあ。はい。授業に行くとさ、もう、疲れが溜まってくるとね、もうみんな風邪ひくんだよね。はい、熱があるから今日はちょっと散歩で歩いてます、外行ってもうゆっくり、ね、歩いてるとあのチビが追っかけてくるんだよ、ね、あスパリングお願いしますって、いやちょっと風邪ひいたとかって言うとよ、あ藤原の野郎逃げたなと思われるの尺だからよ、分かったで、あの歩くに上がるだろ、そうだんだんカッ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 してきて、うん、ちゃんと力出るんだけど風邪ひいて熱あるんだよ、だけどスパリングやってるうちに治るんだろうな、汗じゃないですか、分からないもうそれは疲れてるわけだから、だってカバン持ちやりながら練習やって試合やって帰って洗濯してだよ、たまに女がいたりして、うん、一晩中徹夜したり、お前もやってたじゃねえか、たまにです、たまにだけです、はい、たまにだけ、3日も連続すると疲れるよ、あそれはないですね、ないか、はい、3日はないです。勝ったじゃないか。藤原さん、そしたら今、キャリア何年ですか ?50、もうすぐ11月で52年だ。まさかこんなに長くあれしてるとは思わなかったけど。でも、もうね、40ぐらいから今年いっぱいだろうなと、ずーっと思って、あれから35年、うん。いや、それだけまだ元気なんじゃないですか。うん、いや、立たないよ。あ、そういうことじゃないのか。いや、立たないだって。別にちのこと言う、ええ、うん、あとどこですか場所、あだから膝が悪いからちょっと立てないっていう、さっき立ってました、立ってた
ん、気づいた？はい、立ちました。今日は朝から立ちっぱなしなんで。まあいいやと。お前でもお前いつも真っ黒だな、お前。昨日あのここに来るために焼いてきました。ここに来るために、はい、なんであの藤原さんにいつもお前黒いなって言われるじゃないですか。もっと言われたいの。いえいえ、それでいや昨日焼きましたってこう必ずいつも言うんで、うん、今日もそれ言おうと思って。あ、そうか。本当は白いです。あ、遠くだから、はい、俺も真っ白なんだよ。本当は実は全然白いです。うん、俺も本当はこんなです、うん、ああ本当だ、はい、白いです。でも白いとなんかみんな大丈夫ですかって言うんで、いや大丈夫なんですけど、この黒いのが当たり前になっちゃいました。うん、あんまり皮膚には良くねえんだよな。ああ、ごちさんが言ってました。あ、言ってた、はい、ああ、あのフロリダの、あの日光は強すぎるよ。ごちさんが言ってました。みんなあのガンナーかな、あの皮膚がん、ごちさん、ごちさんにも黒いなって言われて、で、マシンだって言ったら良くない、うん、って言われました。うん、で、うん、白人はやっぱり弱いんだよな、日光にな。肌がする。日光に弱いんだよ。日光に、うん、やっぱりアングロサクソンだから、うん、北の方から来てるから。52年で思い浮かぶ試合、何がありますか？誰との試合ですか？ネクストワンだな。次ですか？うん、まだですか？うん、自分はあのゴチさんとの試合、すごくあの印象にあります。あ、そう、はい、5分か。なんか最後ジャーマンでやられるんですけど、藤原さん、次の人生生まれ変わったら仕事は何がしたいですか？プロレスは絶対やらない。絶対やらない。何がいいですか？何、俺やっぱりアートですね。アーティストだな。焼き物をやるか、陶芸師、陶芸家か、あの絵を描くか、紐してる女の人はどういう人ですか？そう、バンド上を10人ぐらい抱えて、紐ピンプね。こっちさ、いつもこの野郎とこのピンプって言ってたな、この紐野郎みたいなこと。紐をやりながら画家と陶芸ですね。いいね。それが多分一番安定すると思います。あ、安定するね。安定する職業。ああ、そうだ、安定で楽しいと思います。楽しい。いや、好きなことも。いや、うん、そう、これは好きだけどな、紐は大変だと思うよ。1日3回なんて。3回、3回ずつ10人だと30回。10人はきついですね。うん、じゃあ5人ぐらいにしとく。1人でいいんじゃないですかね。1人。ええ、3回で済みますから。3回で済む、朝昼晩。ああ、そうか。俺なんかこのあれだ、若い時12回目行ったから、私そんなスケベじゃないよよって言ったんだよ。いや、キレがいいからちょうど1ダンス12回。その人もすごいですね。あ、ボロボロでな、あそこもボロボロでね、しみるしみる。それは痛いと出るんですか？痛くても根性で出したね。小鉄さんの18番で根性で出せ。小鉄さんはそうですね、根性で直せ。うん、頭が痛ければブリッジしろ。俺膝は悪くてさ、はい、水溜まってタップンタップなのにスクワットで直せって、治るわけねえじゃねえか、このあれでこんなになっちゃったんだ俺。だん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 。そうですね、だ、山本さんの教えは今となるといいか悪いか紙一重です。悪いに決まってるじゃん。あ、今だったら犯罪だよ絶対。強要罪とかね、なんていうのかな。